こんにちは、吉谷さん。寒いっすね。鹿児島も寒いっすか。いや、広島も寒いっすよ。なんかね、車に霜が降りてて、で、私カーポートがあるでしょ。カーポートのところは霜が降りてなかったんですけども、野ざらしの2台はね、もうビシッと霜が降りてましたね。そしてね、私4台持ってる車のうち1台を廃車に出すことにしたんですけども、陸送の引き取り会社の方がこの天候で予定日に来れないっていうんで、車検が切れそうですよ。まあ、車検が切れても輪番で持って帰ってもらうんで全然問題ないんですけどね。まあいろいろあるもんですね。まあ、こういう問題はあれども、確かに吉田さんが言う通り、我々は多分生涯通勤ラッシュに遭遇することはないでしょうね。で、今までもなかったですかね、私なんてのは。もう本当地方の田舎暮らしですから。吉田さんはね、都心の方にいらっしゃったんで、通勤ラッシュとか渋滞とかね、車であったのかもしれませんけども、私はね、行けども行けどもすれ違う車なしみたいな、そんな本当環境ですからね。これから地方回帰っていうのが始まるのかもしれませんけども、まあでも限界はありますね、やっぱりね。そうは言っても、で、その電車で通勤する方が、もうそれはやらないとしょうがない方が多いと思うんですよ。仕組み上すでにね、通勤なくしては成り立たないというかね、人が移動しないとできないことって多いと思いますし、まさに霞が関の仕事も全てリモートにできるはずなのに、でもビルの中に詰めてもうかなりのハードワークしてるみたいだから、結構ね、行政改革は遅々として進んでないのかなってところですよね。だから生活を変えるのってむちゃくちゃ大変なんですよ。特に組織単位だとすごく大変ですよね。学校単位とか企業単位とかすごく大変だと思います。で、個人だとどうなのかっていうと、個人だとものすごく早いですね、それがね。それがすごくいいところだなと思うんですよね。まあだけど、そうやって個人が個人ビジネスをどんどんできるかっていったら、それもまたできないんで、結局は大きなうねりの中で、できる人から順番にやっていくってことでしか社会は変わらないのかなと思いますよね。確かね、アフィリエイトを私が意識した時も、そんなに誰もができるものではなくて、 HTML タグとかね、特別なコードが引けないといけなかったと思うんですよ。ただ今はすごく簡単ですよね。あとは転売とかも最初は難しかったと思うんですよ。で、ホームページの作成も私が取り掛かった頃ってかなり手間がかかったんで、発注代金高かったんですけども、今はポンポンポンの人流ですからね。世の中は変わるなと、当たり前のこと言いますけども、今回のコロナ騒動で変わるところが結構加速した部分あるのかなと。例えば通販がやっぱりたくさん使われるようになったというところも多いと思いますしね。あとはね、思ったよりも補助金助成金の類、これに意識を向ける方が一気に増えたのかなと。生活保護もかなり使われだしたと思いますしね。まあ、世の中の変化に我々がどうついていくかってところで、私たちの情報商売、これがオチになってきますけども、私たちの情報商売っていうのは、多くの人が変化に気づいてどうすればいいのかなとかね、どういうふうに解決しようかなっていうふうな疑問に対して、アイデアをね、情報を提供すれば成り立ちますんで、まあ、それでいいのかなと。そしてね、私も今ね、かなり多岐にわたる情報提供ができるようになったんですけども、そうするとまあ必ずつくのが再生数稼ぎかってコメントなんですよ。まあちょっとね、再生数稼ぎかってコメントに対してちょっとね、2つぐらい、まあ言いたいことがあって、一つはね、 YouTube をしてる人で再生数稼ぎたくない人って別にいないんですよ。再生数がね、いや1でいいよ0でいいよって思う人あんまりいないですね。まあ吉田さんと私なんてのは結構ね、その辺再生数どこでもいいやって感じですけどね。あとはそうですね、再生数稼ぎで広告料を狙ってるんだろうって言いたいんでしょうけども、再生数がね、何千とか何万になったところで大して広告料入んないですからね。だからそういうことを分かんない人が言うヤジってのはあんまり腹が立たないですね。そういうふうに思えるんだなと。だからこれがだからマイアナリティクスですよね。いろんな的外れな意見やコメントがついても、知ってる人は、分かってない人が言ってるわって感じで冷静に対処できるということですね。では、いってらっしゃい。